おはようございます。3日目の朝です。今日の天気です。まあ、そういえば前回来た時泊まった日光グアムが見えるんですけど、その横になんか建設しててちょっと気になったんで調べたら、また日光が別のホテルを作ってるみたいですね。で、今日はまたゆっくり起きたんですけど、今日は一日いろいろブラブラしてお買い物なんかをしたいなぁと考えてます。というわけで今日もゆっくりスタートします。まあ、そういえばこのホテルやっぱりお隣さんとこんにちはするんで、それが唯一の欠点かなと思います。はい、では行ってきます。まずは近場のザ・プラザ、泊まってるアウトリガーと併設してるショッピング街を少し歩きます。ここにマイケル・コースさんがあって、ここにアベニューっていうステーキハウスがあるんですけど、ここ結構高級ですけど美味しいんですけど、まあ、家族連れ、お子さんを連れていくようなお店ではないかもしれないですけど、なんか奥さんと来てるとか彼女と二人で来てるとかでしたら美味しいんで、ぜひ行ってみてください。で、ここにコーチがあります。コーチですね。で、正確にはここからがザ・プラザになるみたいですね。から入ってきます。で、ここの入ってすぐ右側に時計屋さんがあります。僕は時計好きなんで見ると欲しくなるんであんまり見ません。で、正面に見えるのがハードロックカフェさんですね。ここも結構人気あるレストランだと思います。で、左側はサングラス屋さんですね。で、右にホリホリがあって、左にコールハーンがあるって感じですね。ここから上に行けるんですけど、とりあえず下のフロアから見ていきます。もうすぐ12月なんで、結構もうイルミネーションがクリスマスチックになってきてます。で、クイックシルバーがあって、レスポさんで、隣にステューシーがありますね。で、ビルケンストックさんですね。ここ有名な靴屋さんです。で、ここに女性バッグのフルラさんがあります。で、ここ正面出口は JP ストアのあたりに出てくるので便利な道です。で、左に時計のセレクトショップ、G-SHOCKなんかもあります。セイコーとかある。まあ、日本人にはあんまり関係ないかもしれないですね。で、ABC ストアがここにもあります。この隣にハワイアンクッキーがあって、右側にロンシャン、カバン屋さんですね、ができるみたいです。はい、で、戻ります。で、左にロレックスがあります。これも欲しくなるんであんま見ちゃいけません。マーク・ジェイコブスさんがあります。で、ここにホノルルコーヒーさんがあって、で、ここの左にアナスイがあります。で、右奥にポッティガーさんがあるですね。はい、
ここ正面は免税のティーギャラリアが正面にあります。でこの左側にバレンシアガさんがあります。また戻ります。左にビビアン・ウェストウッドがあります。でその横にポール・スミス、さっき通ったホリホリがあります。まあ1階はこんな感じです。ということで上に向かいます。2階ですね。2階はもうなんかそんなにお店なくって、正面に楽天の窓口があるんで、オプショナルツアーとか申し込むときはここに来るといいと思います。バリバリ日本語で喋れます。はい、2階です。なんか前それこそ5年前来たときはもう少しアパレルのお店とかあった気がするんですけど、だいぶ入れ替わったり潰れたりしててお店がだいぶ変わってます。2階はもうブランド品とかじゃなくて、こういったこっち、ここもお店やすおもちゃ屋さんですし、隣は石鹸屋さんですね。きっと石鹸屋さんがあったりとか、ちょっとアロハっぽい洋服が売ってたりとか、そんな感じのお店ばっかりです。はい、こんな感じです。まあこの辺の2階はまあそんなに見て歩く方もいないかなと思います。という感じなんで、これでだいたい一周したんで、興味があれば見に来てください。すぐ左にスケッチャーズ、右に ABC ストアがあります。スケッチャーズさんは女性の靴屋さんですかね。結構軽くて履きやすいらしいです。シナボンがありますね、真ん中に。で左にリーバイスがあります。正面にナイキショップ、こんな感じです。まずは左側から回ります。奥にビタミンワールドさんがあります。
土産でルチノールクリームを買う方がいっぱいいて、結構日本で買うと倍ぐらいするらしいんですけど、今日は半額ぐらいで買えるっていうことでお土産に最適らしいです。正面のがルチノールクリームですね。もう大量に置いてあります。はい、こんな感じです。マイクロネシアモールの中にもビタミンワールドあって、値段比較したらそんなに変わらないですね。どっちで買っても同じような値段でした。まあなんでアウトレットで買うよりはマイクロネシアモールで買った方がいいかもしれないです。はい、ではまた戻って歩きます。これ右側のはなんか VR のゲームができるみたいですね。なんかやっぱりこういうの流行ってるんですね。なんかどこ行っても最近は見ます。ここはサングラスとかのセレクトショップみたいですね。ここにカルバンクラインがあります。で、おもちゃ屋さんが左にあります。正面は本屋さんですね。で、横にハーゲンダッツがあります。奥にデュッサンがありますね。左側は CK です。で、正面に靴屋さんのナインウエストがあります。ここは5年前もありましたけど、すごい数の靴があります。で、この正面がレディース系のお店ですかね。はい、これ右側がナイキです。また大きな靴屋さんがあります。この正面もまた靴屋さんです。なんか靴屋さんばっかりですね。面白いです。右前にトミーがある。で、正面にやっぱり一番人気のあるロスドレスフォーレスさんがここにあります。このロス結構でかいんで、また後で来たいと思います。で、このロスとトミーの間のところにを歩いていくとフードコートがあるので、ちょっとそこまで歩いてきます。この先上に書いてありますね、フードコートと。なんでここを行くとフードコートがあります。こういうの昔は日本に全然なかったんですけど、最近はもうスーパー、大型のスーパーがいっぱいできたんで、もう見慣れてますよね。こんな感じです。はい、お腹空いた方はここでどうぞ。ではロスドレスフォーレスさん、ここに入っていきたいと思います。
ここはですね、ブランド品のジャンク品みたいのを安く売ってるお店。もう何でもありますね。もう本当にないものがないというぐらい何でもあって、結構宝探し感覚で物を探す感じですね。それが楽しいお店です。日本で例えるならドン・キホーテの割とブランドばっかりあるお店みたいな感じです。はい、なんで結構もうめちゃくちゃ安いのとかもあるんで、まあそんなに日本人の方はそんなに来てないんですけど、僕なんかはグアム来ると必ず1日はここブラブラしてるなんていうのがよくあります。この広さ伝わりますかね。天井見てると広さわかると思います。まあ靴とかもうこういうヘッドホンとかもいろいろあるんですけど、まあ朝来ると綺麗に並んでるんですけど、みんなぐっちゃぐちゃなんですよね。触って戻さないんで、これぞアメリカ人って感じですよね。辺に靴下とかあるんですけど、僕はなんかロスに来るといつも靴下と下着は買って帰ります。靴下とかは8足で8ドルとかそんなもんなんで、かなり安いです。それも一応ナイキとかプーマとかそういったブランド品が買えるんで、個人的に持って帰るのも楽ですし、この辺はおすすめです。感じで、いろいろ激安なブランド名、ブランド品っていうかメーカー品みたいなものが買えるんで、グアム来たらぜひ一度寄ってみてほしいと思います。はい、今度はマイクロネシアモールを歩きます。ただここはちょっとほんと広いんですよね。なんで全部を紹介はしきれないと思います。さっきアウトレットで寄ったビタミンワールドがこの入ってすぐの右側にあります。レチノール組はここで買うといいと思います。まあほんと広いんですけど、なんかこう行き止まりが多いというか、真ん中を中心にこう四方八方伸びてるんで、なんか見に行っては引き返して、見に行っては引き返してみたいのがめんどくさいです。ここはちなみに今回多分上行かないですけど、上はフードコートとちょっとしたでかいゲームセンターで、遊園地っぽくなってるゲームセンターがあります。でこれ左側にメイシーズがあるんで、ちょっと中も歩いてきます。メイシーズはアメリカの百貨店っていうんですかね、このハワイにもありますし、結構あちこちにあるんですけど、そういう、まあ、ブランド品とか何でもあるお店です。こんな感じで化粧品もあります。正面はこの辺は女性の靴ですね。で向こう側にサングラスなんかもレイバンとかあります。で洋服なんかもあります。
まあ、このグアムのメイシーズは2階に洋服がいっぱいあった気がするんですけど、1階にもまあそこそこあります。感じで2階からの景色です。広いです。こんな感じでもう僕らは出ますけど、まあ大抵のもん何でも売ってるんで、まあ、メイシーズは見ると楽しいと思います。という感じで、まあ、マイクロネシアモール全然紹介できてないんですけど、まあ広いんで僕らももうこれ以上あんま歩かないんで、この辺で帰ります。また今夜の夕飯は毎日お昼を食べてるパームカフェなんですけど、一応記憶として食べ物を撮影しておきます。まあ昼と結構似てるメニューが多いです。でもまあ若干違うものもあるし、こんなのも全然昼はなかったので、これは昼もありますね。餃子なんかもなかったです。でこの辺にはカニなんかもあります。で一応パームカフェのは夜日によってメニューが違うんであれですけど、あっちにはお肉があります。土曜日はこのお肉がメインのはずです。はい、一つのメインがこのカニですね。でもなんかカニの中身だけ持っていく人がいて、殻ばっか残ってたりするんですよね。これも殻ばっかりです。でここもカニです。またちょっと違う種類のカニです。味噌汁があるんだと思います。でここもラーメンかなんかですね。はい、ラーメンが作れます。でパンがあるって感じですね。でこの辺にお寿司とかがあります。なんか巻物とかも結構あります。でスイーツコーナーですね。エビロールはまあまあ美味しかったです。こんな感じです。という感じで今パームカフェから出てきました。で出てきたこの前にあるバンブーカフェではだいたい毎日演奏をしてます。なんでここでゆっくり一杯飲むなんていうのもいいんじゃないでしょうか。でも今はなんかバースデーソングですね。誰かのお祝いがあるっぽいです。まあこのこういうところでしょっちゅうこういうエンターテインメントがあるのがアウトリガーのいいとこかなとも思いますし、あんま賑やかなのが嫌いな人は逆にうるさい、賑やかすぎるって感じるのかもしれないですね。でも僕は個人的にはこういうのはいいなと思います。リゾート感があっていいと思います。まあそんなわけで今日はまあ買い物ばっかりで、まあ、海に行ったりとかほとんどしなかったんですけど、まあ1
一日歩き疲れたんで今日も早めに寝たいと思います。ではおやすみなさい。